塚崎古墳群、塚崎古墳群の1つ塚崎古墳群は、鹿児島県肝付群肝付町野崎にある古墳群。大部分が国の史跡に指定されている。日本最南端の前方後円墳を含む古墳群として知られる。1234前方後円墳の北限、南に1、角塚古墳2、棒塚くぼ1号墳3、勝部塚古墳4。 塚崎51号墳鹿児島県東部、日もつ町市街地から東方約4キロメートルの絶頂第地上に映像された古墳群である。古墳59基地下式横穴墓29基から構成される。古墳59基についてはこれまでの番号設定において混乱が生じていたが、近年の番号整理によって確定されている。古墳の多くは、 未調査のため内容がつまびらかでないが、前方後円墳5基のうち、特に51号墳は、日本最南端に位置する前方後円墳として知られる。また1号墳には巨大なクスノキが生育しており、塚崎のクスとして、国の天然記念物に指定されている。その他、一帯では、弥生時代の住居跡も検出されている。この塚崎古墳群は、4世紀から5世紀頃の、 映像と推定される。特に前方後円墳は4世紀代の築像と推定され、5世紀に映像が始まる北方の東人古墳群の仙台主長母群に位置づけられる。当該時期には、機内でも大王母群が奈良盆地から河内平野に移動することから、肝付平野での古墳映像地の移動も機内王権の政治変動に伴う現象と解される。 前方公園墳の南原地であるという特色に加え、大隅地方では最古の古墳群であり、地下式横穴場か、石棺墓などを包含する多様な母性を示す点でも重要視される古墳群になる。古墳群行きは1945年に国の史跡に指定されている。肝付町立歴史民俗資料館下村古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。